YouTube やられるっていうことですけど、はい、そうするとこれこの動画広告作成費っていうことで当たるんですかね。はい、はい、そうすると、はい、ちょっと違いますかね。広告系、ごめんなさい、動画の制作費ですねに関しましては、YouTube 広告の動画の制作費というふうに考えてます。制作費ってことはトゥルービュー広告の費用とかまた別になりますよね。ただチャンネルを作るだけっていうことですか、それともどういう感じですかね。あ、すいません、説明不足で申し訳ない。YouTube のチャンネルはもう自分でどんどん作っていって、自分で編集して自分で上げていきます。じゃあそれは別予算ってことですか。それはもう基本的に予算はかけなくてやります。かけないでできます、自力で撮影して。はい、まあ、最初はですね、例えば私が知っているノウハウ、例えば求人のノウハウとか、そういうのをまあ自分で撮影して上げていこうと思ってるんです。社内で編集して。社内で編集は私がするんです。お、自分でするんですか。はい、もう今一つか二つも上げたんですけど、はい、本見ながら。社長自らやりました。はい、やりました。じゃあ、はい、検索してみますね。なんて検索したら出ますか。出ます。社長のための職人道で検索いただくと、すいません、出ると思います。モフモフ不動産さんみたいですね。そうですか。モニター置いて後ろに。あ、はいはい。ちょっとそれっぽくやってみたんですけど。まあ皆さんいろいろ言ってますけど、僕は課題感はすごくいいと思いますし、必要なビジネスモデルだと思います。ありがとうございます。なんで実績も、まあ確かに元々のビジネスを生かした方がいいんじゃない、サイトを生かした方がいいんじゃないかっていう考えもありますけど、似た分野である程度売り上げが上がってるっていうだけでも、まあ投資する側としては助かりますね。ね、全くの新規事業よりはよっぽどいいと思います。それを生かすか生かさないか置いといて。その教育の部分もいいと思ったんですけど、やっぱりここまでのやり取りで、でもそりゃダメでしょうって僕が一つ気になったことあるんですよ、はい、これ大きくなんないんじゃないって思ったことがあるんですけど、何だと思います？僕たちやっぱ夢のあるビジネスに、やっぱね、その業界を変えていくようなことをしていきたいわけじゃないですか、はいはい、それに乗っかりたいわけですよ、はい、全体的にはいいと思いますよ、はい、いい取り組みだと思いますし、これ結構当たったらでかいなって思うんですけど、無料掲載ですか？違います。正解は、はい、社長自ら YouTube 編集してることです。それ無理だよね、トモハッピーね。ちょっと社長マインドとしては絶対自分ではやっていけないっていう感じで、まあ、始めましたけど、その規模感次第では自分でまず理解してから、まあ人に振るっていうのもあるのかなとは全然思いますけどね。今自社にいらっしゃる社員さんは YouTube の編集したくて入社したんじゃないよっていうこともまあ配慮しつつ、外注すると結構高かったりしますし。あ、なるほど。じゃあありもう全然そんなんと、それ投資したくないなって思うよね。いやけどね、意外と見たらね、結構良かったですね。そう、ちゃんとテロップとか出てて、意外とオープニングもあって、音再生したいか分かんないけど、意外と良かったですよ。ジオラマのオープニングですよね。そうそう、だからそれで、一旦見て、すげえしょぼかったらボコボコにしてやろうと思ったんだけど、意外と良くて、社長頑張ったんだなって。で、再生回数18回とかね。これ。いや、もちろんね、今もね、他の虎からもご指摘ありましたけど、はい、この150万の予算でどうのとかって思いますけど、でも一番人を呼んでくるのは YouTube だと思うんですよね、今ね、はい、それで多くの人に見てもらうために、そこには全力で行ってほしいなと。サイトはなんかもう別に何でもいいと思うんですよね、はい、そこで来れば何でもなる、どうにでもなるかなって思うんで。わかりました、はい、一応そこは気になりました、はい、勉強させていただきます。いや、すいません、はい、ありがとうございます。関連して気になったんですけど、今会社のキャッシュポジションってどれぐらいなんですか？お金がいくらありますか、会社に？もう数十万ってレベルです。編集外注しづらいですね。しづらいです、ね、これさっき谷本社長がおっしゃったことに対してもうちょっと深く聞きたいんですけど、はいはいはい、売り手市場じゃないですか、この建設の求人とか、はい、欲しい会社いっぱいいて、で働きたい人は少ないと、うん、それなのにこの企業の方に予算をたくさんかけるってことは、もしかしたら僕らには分かんない求職者は結構集まる自信があるみたいなポイントが眠ってるのかなって感じたんですけど。はい、おっしゃる通りですね。私自身も最初その職人スタイル、 もちろん地域は大阪だけだったんですが、何もないところから始めました。ある程度パイが増えてくると、やはりこう勝手にというわけではないんですけど、例えばもちろん SNS とかも多少のリスティング広告とかで、 ある程度やっぱ今日来たわとか、いい子来たわっていうお声を結構いただいてたんです。
いただいてたっていう、要は、経験があります、はい。はい。はい。ですんで、正直そこまで、いや、もう求職者集めないと、絶対ダメだよっていうふうに、今日ちょっと正直言われるとあんま思ってなかったんで、ですね、結構そこに関してはある程度、企業が集まってくると、だって企業はその人集めに困ってるわけですよね、はい、だからあまたの求人サイトいろんなとこに結構皆さん積極的に出すような状態なんですよね。その企業さんにとって魅力的なのっていっぱい人が登録しててその求職者がいっぱい応募してきてくれる可能性が高いところが魅力だと思うんですよ、はいはい、だからそこにお金かけた方がいいっていうのが普通のバランスっていうかさじ加減になるんじゃないかなって思うんですけど、それがなんかどうして逆というか企業相手に何をそんなにお金かけてやるんだろうっていう。そうですね、多く企業さんを乗せさせていただいて 無料の企業さんだけが増えていっても構わないと思ってるんですけど、ある程度増えてくればスケールメリットが働くかなという思いもありまして、まずはとにかく企業さんかなと思ったんで企業さんを集めると。企業さんに好条件というか追加の特典付きでしっかり課金して出してもらうのに、はいはい、まずは無料で集め、うん、無料で、載せていただければ、数だけは増えていきますので。長所を伸ばすじゃないけど、集まりやすい方を先に、はいはい。はい、とりあえず無料で。課金して集めちゃうんですね。はい、無料でとにかく、どんどん入ってみませんかと。逆に僕はね、条件をつけて、先に求職者を集めないと、1円も出しませんって言った場合、さっき求職者を集めるプランとかに変更とか、ありえますか？全然あります。逆に言いますと、そこをこだわってるわけではないです、正直。もうゴールは、とにかくやっぱり企業側さんに喜んでもらえるっていうところがゴールですんで、その前段階はそこでも全然問題ないと思ってます。いや、同じ大阪なんで、出してあげたい気持ちはすごくあるんですけども、やっぱりどう考えても、人があまり集まってない会社に無料だからって言って、企業さんが打ち込むんですよね。そうです。はい。絶対打ち込まないです。そこは例えば御社が打ち込むであったりとか、ハローワークの求人を勝手に流し込むようなシステムってあるんですけども、そういったものを作って、まず求人数をたくさん作らない限り、間違いなく企業は、たった0円であっても時間がかかってしまうので、動かない。と私は思うんですね。皆さんどうですか？求職者のいないサイトに無料だから登録します？まあしないですよね。まあ人の方が価値が高いんで、人の方が集めたいっていうのが普通にそう思っちゃいますけどね。